世界の海上物流の中でも重要なマラッカ海峡に面する港湾ポートクラン、マレーシア最大の貿易港で、2014年度のコンテナ取扱量は1100万 TEU を誇り、世界ランキングでも13位に位置するアジアのハブ港です。このポートクランのウエストポートに岸壁用クレーンポーテーナ36機、ヤード用クレーントランステーナ157機を提供しているのが三井造船。造船技術から進化した物流システムが高効率な港湾規約に貢献しています。日本のコンテナ物流の発展とともに、1960年代から歩んできた三井造船の運搬機事業、日本国内のシェアは約 90% を占め、今グローバルマーケットでもシェアを伸ばしています。で、我々実績としては、西はですね、スエズ運河を越えてトルコのイスタンブール、東はパナマ運河を越えてアルゼンチンのブエノサイレスというところまで、まあ、クレーンを入れててですね、実績としてはもう本当に全世界に展開してるんですけどもね、主戦場は東南アジアですね。シェアというか、まあ、品質、それからまあお客様から選ばれるクレーンメーカーとして、まあ、世界ナンバーワンを目指したいなという気持ちでやってますけど、製品力としてはやっぱり、あの、まず軽さ、まあ、軽い、ね、まあ、軽さって大事で、やっぱりその重いと地盤も強くなければいけないし、軽ければまあ比較的地盤の弱いところでも置ける。しかも、あの、動かすためのエネルギーがですね、まあ、当然重いと非常に大きくかかりますけれども、軽ければまあ電力消費であったり燃料消費であったりが少なくて済む。トランステーナはディーゼルエンジンを背負ってるんですけども、まあ、それを排ガスの出さない電動化にしたり、油圧をできるだけ使わずにそれもあの電動化したりとかですね、そういうまあ環境対応、まあ、そういう、まあ、キーワードは省エネと環境対応と、そういうまあ軽量化と。ダウンタイムの少なさ、スピードと正確な荷役の両立など、多くの強みを持つ三井造船のコンテナクレーン。規模を大きくしながらも、より軽く、よりスマートなクレーンへと進化する。これが世界で選ばれている理由です。製品を納めて終わりではなく、その後もサポートを続けることで、お客様にさらにメリットを提供していきたい。従来からお客様への継続的なサポートを大切にしてきた三井造船が、そのスタイルを発展させ提供しているサービスがライフサイクルソリューションです。例えばプランニングのところから入ってですね、そう、まあ、あのレイアウトであるとか仕様であるとか、まあ、そういう一番最初の提案から入って、まあ、クレーンを納めて、で納めた後の、まあ、当然メンテナンス、それからまあアフターサービス、まあ、あのそこの体制まで整えてですね、機器のライフサイクルを全部全てケアできるような体制をまあ整えて、まあ、お客様にサービスを提供しているということですね。さらにこの代替わりが進み始めたということで、まあ、その古いクレーンを他のところにもう一回使う場合はリプレイスする、もうスクラップする場合はもうスクラップする、もうそれも請け負ってやってます。我々が作って納めた後にお客様のところに行くんですよね。でやっぱりまたお客様からあのどういうところがいいか、あるいはどういう点がもうちょっと改善してほしいかっていう声を聞いて、で、まあ、それをフィードバックしていくと工場に、でお客様のところにはまあ工場も一緒に行って生のそういう声を聞いて、また設計や製造に反映していくっていう、まあ、サイクルを回していくというところですよね。日々変化する海上物流に向き合うお客様に伴走し続けること、それが世界のどこであろうと。マレーシアのクラン港でも修理・点検から部品調達、クレーンの改造工事まで、現場で日々発生するニーズに高い技術力で応えています。プリベンティブメンテナンスって呼んでますけれども、結局壊れてから直すとなるともう時間がかかってしまいますので、その間クレーンが動かすことができない、荷役も当然なことながらできなくなりますので、それをまあ最小限に抑えるといいますか、なくすために前もってここがまあちょっとおかしいぞとか、あのもうそろそろ寿命が来てるぞっていうところの部品に関しては前もって交換することをまあ
客さんに推奨しています。まあ、今回といいますか、私ここにまあ滞在してます、ウエストポートに滞在してますけれども、やっぱり一番はお客さんの本当近くで身近でメンテナンスに当たるというのが一番重要かなと思ってます。そこであのお客さんのまあ困ったこととか要望とかをすぐまああの話したり聞いたりすることができますんで、やっぱりまあ目で見て、耳で聞いて、そうですね、あの自分で実感して、それをまあ日本の、日本側ですね、日本側まああの設計もあの製造もありますんで、まあそこと相談しながら、お客さんにサービスを、提供するようにしています。単に機械を売るだけじゃなくて、まあ、入れた後の面倒も全て見ると、でそういう中でターミナル運営そのものにもまあ多少関わりを持ってですね、実際に機械を動かす人たちの、まあ、本当の困っていることをどうしたいかという要望、それをまあ吸い上げてまたクレーンにも反映していきたいなということでですね、まあ、単なるメーカーのその立場からちょっと踏み込んだところにまでまあ入ろうという計画をまあ今してますね。お客様と同じ視点に立ってより効率の良い荷役を目指し製品の改良を続ける。さらに今クレーンを動かすオペレーション技術の提供や独自に開発したコンテナターミナルの自動化ソフトウェアなど、ハードだけでなくソフトの提供もスタート。クレーンを設置して終わりではなく、今まで以上にお客様のターミナル運営に伴走し、頼りになる右腕となりブレーンとなることを目指す三井造船の運搬機事業。世界の港湾に進化を起こし続けます。